ここで弾くのが夢の一つだみたいにおっしゃってましたもんね。これ本当すごいですね。へー、水上宮殿。これか。あ、これ。これは清い交通の一種で、ワルシャワ市が運用しているフェリーです。はい、そしてこれが無料です。あ、無料なんですか。はい。これは川の向こう岸に来た人はこれ乗ればいいってことです。はい。ではどうぞ。なんかいいよな。踊りになってください。どうぞ。はい。Hello. いいなあ、のどかだなあ。めっちゃいい景色。いい感じです。この人々とこのヨットのリラックス感。旧市街とヨットの融合がいいですね。いや、風がいい、気持ちいいですね。うん、天気も良くて。いいな、ここでヨット乗ってる人たちが本当に羨ましい。いいな。チンクエン。おお、あ、こういうのもいいですよね。ここをなんか渡るっていうのも楽しい。なんかこれだけで。これからワルシャワの市民が非常に好んでいる散歩道を歩いてみましょう。ここはよくジョギングコースにする方もいるし、ゆっくりくつろいでる方もいるし、こんな広い道だったからだと歩きやすいし、そうですね、自転車とかも乗りやすいですもんね。自転車は向こう走ってますから、あ、まあ、ここに入ったりする人もいますけれどもいます、ね、スケボーもしてるし、ね、いやいい、スケボーしやすいだろうなここはい、ローラーブレードもいるし、もうみんないる。この世の車輪がついているものがすべてここに集結してます。で、私たちは今旧市街を過ぎて都心部に向かいます。あ、都心部に戻ってってる。戻っています。北から戻っています。あ、これが？こういうところでは、これは旧市街ですね。あれループ、ループ乗れるんですか？あれ乗りたい。これの方が100倍いい。あー、イエーイ、気持ちいい、最高じゃない。いろんなものがありますね、こっち側。あー、なんか、なんだこれ、大きい建物が。これからワジェンキ公園という昔の王様の別荘があった公園の中に入ります。
めちゃめちゃ人いますね。人が多くて、ね、これからあのショパンコンサートが始まりますので、それを楽しみに来てる。みんなショパンコンサート見に聞きに来てるんですか？はい。そうなんだ。池口さんがショパンコンサートでここで弾きたいとおっしゃってました。そう、弾き声はまだないんですけど、いつか弾きたいなと思って。ここで弾くのが夢の一つだみたいにおっしゃってましたもんね。これ本当すごいですね。横にグランドピアノ置いてある。人すごい、360度囲って見てて、あ、でもめっちゃお花も綺麗、すごいですね。あ、でも女性の赤いドレス着た女性が演奏されるんですね。しながら聞いていいもんって、なんかやっぱ日本だとどうしても室内でなんかちょっと堅苦しい感じで聞くっていうイメージだったんですけど、こんなこう晴れた青空のこと外でリラックスしながら気楽に聞いていいっていうのが、なんかポーランドの人たちにとってショパンがどれだけ身近な存在なんだなっていうのが分かりました。出口さんがあそこで演奏したいって言ってる意味が分かりましたよ。すごいことですね、ここで演奏できる方っていうのは。本当にな、んか食べるのに夢中ですね。何食べてるんだろう。本当だ、水の上にある。すごい、どういうこと。へえ、本当だ。水上宮殿。そしてこれが水上宮殿です。今博物館になっていますけれども、王様の時には1階にお風呂があって、上は王様が住んでいました。なんかありますね。はい、これから水上劇場に行きます。すごい劇場や。そういうことなんだ、水上劇場、本当に水上にある劇場。はあ、なるほど。あ、なんか、マーライオンみたいな。そしてこの劇場は古代ギリシャの遺跡のように作られています。すごい。で、客席も古代ギリシャの劇場のように円形に並べられています。ここで何か実際やるんですか？やります。あ、だからちゃんと椅子あるんですね。はい、はい、だからコンサートも、ね、やるし、いろんな、まあ、ここで見られるんだ。いいですね。あ、すごい、みんな美味しそう。うわ、サクサク。おー、いただきます。ポテトの揚げたみたいな感じで、すごいサクサクしてます、はい、美味しい。で、サーモンにこのサワークリームとわさびのソースが合いますね。うん、美味しい。これいい、日本でも食べたい。
今から行くところなんですけど、若いジャズアーティストを発掘してサポートしようとしているこのジャズポーポルスクワルシャワライブセッションズ。今リハーサルがちょうど行われているそうなんですよ。お邪魔してきたいと思います。もうねすごいいい雰囲気じゃないですか。すごいなんかもう音が聞こえてきますね。かっこいい。うわめちゃめちゃかっこいいんですけど、なんかここはまたクラシックと違ってちょっとムーディーで大人な雰囲気漂ってかっこいいですね。ジャズはこんな感じなんですね。すごい。ありがとうございました。真空園。真空園。So what is Jazz Popolski? Jazz Popolski is a music label. Actually, this is a foundation, non-government organization, which was created by me, Jakub Krzyszowski, 12 years ago. And the main goal of this organization is to promote Polish music abroad, but we also start organizing concerts in Warsaw, in a Jasmine Club, where we are here now. And this concert series is called Warsaw Live Sessions. It's supported by the City Hall of Warsaw, and the main goal of this project is to present 50 live performances during 3 years and to present to Warsaw audience the most prominent Polish bands. And we record all these shows as well, so maybe it will be the opportunity to listen to this music in Japan soon. How many collections do you have in this museum? The whole collection is about 830,000 objects, but we can see here only a small part of it. Okay. So most of them are hidden. I think also the building is quite interesting. It was opened for public 1 year before the Second World War started, so it was in 1938, mm-hmm. and the building survived the war. Oh, however, we had some difficulties with the objects that were here. Mm-hmm. Okay, so the building is really old. So, okay. Wow. So like this 1938. Okay. Nothing. Okay. Biggest one. Okay. Have you seen? I know this place. Yeah. これ旧市街ですよね。Can you recognize it? Yes. So let me show you my biggest and the most famous painting. Over there. Okay. That one? Yeah. Oh, put it over there. Wow. So what do you think about it? Quite so big. Have a look at this painting. The title of this painting is Weird Garden. Okay. We can hear, by looking at this picture, we can hear the sounds that this dragonfly can make, the sounds that the dress can make. So it's really, I like this painting really much because it's so sensual in some way.
okay, so here are things that are more modern. Okay, もっとモダンな。ああ、なんだここ、全然違う。Okay. As you can see, it starts with 1918. Uh-huh. Okay, so the time when Polish regained its independence. Okay. なんかその見た目も綺麗だけど、ちゃんと実用的じゃなきゃダメだっていう考えみたいです。これとか。Are they base? Yes. かわいいですね。この花瓶欲しいな。確かに全部かわいいかも。なんかでも美術館っぽいですね。結構博物館というより。お疲れ様でした。お疲れ様でした。終わりましたね。ついに一泊二日でポーランド、そんなちゃんとポーランドの、ね、魅力伝えられるのかなって思ったんですけど、なんか駆け抜けていろんなところ行っていろんなものを見て、すごく私の心の中では満喫しました、はい、ワジェンキ公園の、ショパンコンサート、あれはすっごい良かったですね。本当に演奏ももちろんですけど、あの空間全体が日本では絶対味わえない音楽と自然がこう融合した素敵な空間でしたね。あれいいな、また行きたい。あとなんかポーランドの人たちにとってもなんかショパンってすごく身近な存在で、祖国であるこのポーランドへの愛っていうのがすごい学んだ気がします。今回2日間ちょっとお世話になった、はい、アーナさん、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。本当に一緒にこの2日間過ごすことができて嬉しかったです。いや本当にアンナさんもだし、ポーランドの人みんなめちゃくちゃ真面目ですよね。そうです、本当に笑ったりこともしないし、いすごい、なんかあとポーランドへの愛をみんな感じました。ありがとうございます。まあ、本当にポーランドでは親日の人が多くて、日本語を勉強する人も多くて、ぜひそのポーランドの魅力を、まあ、見に来てください。ありがとうございました。本当に素敵な2日間でした。本当に楽しかったです。ありがとうございました。